ロッテイ・ドットはイングランド・ベビントン出身の女子テニス選手。本名はシャーロット・ドットといい愛称のロッテイ・ドットの名前で最もよく知られる。1887年のウィンブルドン選手権に15歳10ヶ月の最年少優勝記録を持つ選手として知られる。 ウィンブルドン選手権の女子シングルスでは1887年、1888年、1891年から1893年の5度優勝した。兄はアーチェリー選手のウィリアム・ドットであり、彼女も1908年ロンドン五輪のアーチェリーで銀メダルを獲得している。ウィンブルドン選手権は1877年に創設されたが、 女子シングルスはそれから7年後の1884年に第1回の競技大会が行われた。したがってドットは第4回大会の優勝者に当たる。当時のウィンブルドン選手権では試合方式も現在とは大きく異なり、チャレンジラウンドを勝ち抜いた選手と大会前年優勝者が決勝を戦うオールカマーズファイナル方式を採用していた。 1887年の大会で、ドットは、チャレンジラウンドを勝ち上がり、前年優勝者のブランチビングリーを6から2、6から0で破って初優勝を飾った。これが、15歳9ヶ月の女子テニス史上最年少優勝記録であるが、当時は、テニス競技自体が黎明期にあり、テニス人口もまだ少なく、競技方式も現在とは大きく異なっていた。 ドットは1888年、今度は前年優勝者として、チャレンジラウンドの優勝者を待ち、前年と同じブランチビングリーを6から3、6から3で破った。この年からビングリーは、既婚選手として、ブランチビングリーヒルヤードと名乗っている。1889年と1890年の2年間、ドットは、アイスホッケーとアーチェリーの英国代表選手として、 プレーしたため、一時的に、ウィンブルドン選手権を退いた。それから再びテニスに戻り、1891年から1893年まで、ウィンブルドンに大会3連覇を成し遂げたが、決勝戦の相手はすべてビングリーであった。したがって、ドットは、通算5度の優勝のすべてを、ビングリーと決勝対決したことになる。その後ドットは、テニス界を退き、 ゴルファーに転向する。ゴルファーとしても実績を残し、1904年に全英女子ゴルフ選手権で優勝した。1908年には再度アーチェリーに挑戦して、ロンドン五輪で銀メダルを獲得している。多芸多彩な女子スポーツ選手であったことから、ロッテイドットにはザリトルワンダーというニックネームが付けられた。ドットは長寿にも恵まれ、 1960年6月27日に88歳で調整した。23年後の1983年に国際テニス伝道入りしている。ありがとうございます。